どうもごきげんようごきげんよう、こんにちはなのかな、微妙な時間に失礼しております。やっほーやっほー、翔一さん、黄色い鳥ありがとう。キャロットさんありがとう。よしよしよ。自然光、もう自然光がさんさんと出ております。やばい、今太陽をさ、こうずっと見てるか見てたからさ、あ、コメントが見えないなんかわかる、太陽をさずっと見ててさ、目線を外したらさ、なんて言うんだろう、チカチカする、チカチカしたのがさ、なんか緑っぽい、青緑っぽいさ青緑っぽい、なんかよくわかんないのが、なんかピョン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 ってなんかこう動いていくやつ、伝わった？それになって見えなかった。今太陽見らんどこ。エギータさん、くまぽんさん、ありがとう、かわいいギフトありがとうございます。しょういちさん、ピヨピヨ、ハッピーちゃん、ありがとうございます。太陽直射はダメだね。伝わってない？アッキーザラ、大好きマンさん、ヒデキンガーさん、ありがとう。そう、結局ね、あれです、自然光が一番いいね。珍しい時間帯でしょう。なんか配信予約を初めに17時20分に入れてたんですけど、1時間前ぐらいに17時20分に入れたんですけど、前髪が気にくってない。そうそう、私その時お散歩しててそう、でも1時間ぐらいあったらもう家余裕で帰ってるよねって思ってテクテク歩いてたんですけどそう、ちょっとそう、ごめんね、17時20分に待ってた、それはごめんなさい。そう、なんかさ、全然何にも考えずに歩いてたら思ったより遠くまで行っちゃって、あれ、これこれ20分、これ帰りつくんなってなってそう、ちょっと焦って10分後にした。なんでさっき帰ってきたちょっと散歩しながらねそう、配信予約こう入れて、立ち止まって入れててそう、途中でさ、あ、ちょっと最近ちょっと外と、なんかさ、最近外で写真撮ってなくてさ、結構おはようのツイートとかも自撮りが、壁に自撮りみたいのが多かったから、あ、外で写真撮ろうって思って自撮りした流れで、あ、配信予約入れようって言って入れた。え、眩しくないですか？眩しいです眩しい。ちょっと後悔してるもん、この画角にしたこと、この画角だったらさ、あの日が落ちていくのが 見ながら配信できていいなって思ってやったんですけど
しいよ。18時2分にね日が落ちるらしいので、ちょっとそれまで見とこうと思います。けどちょっと眩しい。あ、眩しい。ビルマさん、クマありがとう。クマありがとう。クマン、クマン。ユウさん、結婚はね、結婚はね、どうしよう、今日 何パターンにしようかな今日は何、どうやって断ろうか。ユージーさん、心の困りごと相談室さん、ありがとう。え、そう、今日はさ、めちゃめちゃお散歩日和なんですよ今日めちゃめちゃさ、日差しが強い、日差しが強くて、なんか家出るまでは結構今日もうポカポカじゃんって思ってて、そう、結構このブラウスにコートだけ着て、もうマフラーもつけずに外出たんですけど、そう、風が強かったし、なんか風が冷たかったいや、風が冷たかった、だからちょっとこう、あ、ちょっと寒いなってなったそう、だから外に出てみたら結構割と寒かったです。日差しが強いだけだった。ゆうじーさん、ありがとう。壁にもたれかかるとエモい絵になりそうだってあ、確かにここでさ、今自撮りしたらさ、よさげじゃない？どうなんだろう、逆光とかかな、逆光で微妙いかな。あー、なんかね、自分のさ、スマホの影が映る、自分のスマホの影が映るな。あ、微妙かも、向き違うかも。向きが逆かもしれん、これ。多分あのツイートには使わない。メールで送ろう。配信中です。配信中。メールを送ろう。スマホリング。あれ、袋。袋。どこで買ったっけ？配信中。夕日。この時間って、こんにちは、こんばんは、こんにち、こんにちばんは。夕日、こんにちばんは。配信。
広め。よいしょ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 。お待たせしました。メール送った。今撮った写真はメールに送りました。でも待って、さっきさ写真撮った時よりも、あ、もう夕日がもう見えん、見えん、見えん。え、こんだけこんな急に沈むの？え、もう見えないんだけど。え、どこ？何も眩しくない。やば。じゃあすごい、写真撮ったのさ5分、え、3分前とかさ、それぐらいでしょ。あー、光が、私の光が。コメント見てなかったのでちょっと遡ってみよう。あ、フクロウカフェ行った時に買った。あ、そうだそうだそうだ、フクロウカフェに行った時のですね、にテンションが上がっちゃって買ったやつ。そう、フクロウ可愛いけど本当に可愛くて好きだから一緒に暮らしたいって思って本気で調べたけど、いろいろちょっと餌がね難しいよね。餌が難しいよな。あ、こうしてたら時差ができちゃう、時差ができちゃう。さよなら夕日。柴田さん、ジャム&マーガリンさん、ありがとう。夕日が沈む空を見ているか。ゆうさん、ジャム&マーガリンさん、ありがとうございます。よし、追いついた、追いついた。なんかさ、今朝もうすぐ3月になるってことに気づいて驚いてた。衝撃。3月だよ、春だよ。1日48時間あったら何時間寝ると思います？え、ね、本当に1日48時間にしてほしいよね。そしたらさ12時間は毎日寝れるじゃん。12時間以上寝れるよね。20時間ぐらい寝るかな。え、でもどういうこと？え、昼が24時間で夜が24時間。あ、じゃあその分昼も長くなるっていうこと？あ、そうしたらね、みんなあれだね、お仕事の時間も長くなるんだね。業務時間も24時間か。24時間、12時間、18時間とかになるか。それはやだ。え、どっちがいいんだろうね。だから人間の体とかももう48時間サイクルだから、その時間48時間、その24時間とか寝なくても全然平気な体になるとして、あ、学校も長くなるのか。そうだね、お風呂に入る時間も4、5時間ぐらいになるね。公園の時間も倍になるね。昨日もうそんなにお風呂長く浸からないとこって思って
お湯は入れ直したりはもうしなかったんだけど、結局お湯が冷たくなるぐらいまでずっと使ってて、どれぐらい使ってたんだろう。もうくしゃみが出だしたので出ました、昨晩は。普通湯船ってさ、温まってさ、暖かくなって出るものなのに、なんか何してるんだろうって思った。54日やったねやったね。あ、54日よえ、そう、スマホ持ち込んでる。もう最近スマホなんかさ、一回スマホをお風呂に持ち込んじゃったらさ、もう持ち込まない生活になんか戻れなくなっちゃって、あれ、私お風呂使ってる時いつも何してたっけってなってダメですね。54日そう、最近はちょっとね、ギリギリでちょっとヒヤヒヤさせちゃうかと思って、今日はもう余裕を持って、なん17時余裕の時間に始めてみた。54日か、明日が55で、なるほどね。じゃあ明日もできたらしますしない人の言い方、前髪がや、行けたら行く。日曜日だね皆さん、明日からまた1週間が始まってしまう。できたらするはしない人、え、でも私の配信できたらするは割とします。配信できたらするは割と確率高いです。私の行けたら行くは、ああ行けたら行くってどうだろう。私の行けたら行くは 50% ぐらい、 30% ぐらいかも。なんか今日街を歩いてたらさ、もうコート着てない人もな叩いて、普通にパーカーみたいなとか、ちょっと薄めの上着とか。リバーウォーク行けたら行くね。え行けたら行く、その行けたら行くはじゃあ 80% ぐらい来てくれると信じとこう。そうなの、いや結構いたのだからさ、もしかして今のこの時期ってもうコートじゃないとか思って、そう、そのねコートじゃない人が3人連続ぐらいでいたの、あの道をねテコテコ歩いてたら、そう連続で3人ぐらいいたから、もしかしてこれ私がコート着てるのが浮いてるとか思ってさそう、それから人が着てるものに注目して歩いてたんですけど、でもコートの人の方が多かった
もうそれからは結構みんなコートだった。あのなんだっけ、あったかいやつ、いつも名前忘れちゃう、あったかいやつ、あったかいやつ着てる人もいたし、あのシャカシャカのあったかいの着てる人もねまだいたので、あ、そうそうダウンですいつも忘れてる気がする、ダウン着てる方とかもいたのでね。えあれだね、難しい時期になってくるよね。いつまでコートを着るか、トレンチコートに変えるか。ね、たまたまコート着てない人を連続で見ただけかな、たまたまだったのかな。3月はコート？いつからトレンチコート？でも3月ってさ、もう春じゃない？大体冬って12月1月2月じゃない？秋が9、10、11で春が3、4、5、3、4、5、6は初夏。3月結構寒いかな。あー、そう、なんか確かに毎年さ、もう3月だけど寒いみたいなこと言ってる気がする。3月なのになんでこんな寒いみたいな言ってたような、言ってなかったような。じゃあトレンチコートは4月ぐらいかな。え、雪降るとこもあるの？え、雪降るとこ 3月ってそんなんだったっけ。気温上がる、気温は上がるが気は抜けない。桜が咲いてくる、桜が咲いたら春か、桜が咲きそうになったら春。そう、この前リコちゃんとね話したよ私たちもうね3年間ぐらいずっとお花見、尾道にお花見行こうねって言って、結局ねなんか実行しない2人なので行ってないんですけど、いや今年こそは行こうねって言って、今年はガチだよねって言って話した。え、そうなの。でもリコちゃんがそう、実家に帰りがちなの私が、あ、この日ここら辺休みだからここ行こうよって言ったら、あそこ実家帰るそう、それで私ね多分ね結構な数断られてる気がするあ、そう、大久野島も行こうねって言って話した大久野島も行こうって、なんなら旅行とか行きたいよねって言ってどんどん行きたいところが溜まっていく。でもね、私も私で結構あの断るからそう言えないんですよね、あんまり、そんなにあんまり言えない、リコちゃんのこと。鳥さんさん、結婚はどうしよう、結婚はなんかさ、おしゃれに断りたいな。日が沈んできた。なんかさ、月が綺麗ですねってさ、あなたのことが好きですっていう意味になるじゃないですか。
その月が綺麗ですねって言われた時の返事の仕方、返事のなんか断り方とかなんか見たんですよ。そう、それがめちゃめちゃおしゃれだったの。待って、なんかどっかでなんか見たんだけど、もう忘れてる気がする。ちょっと待って。月が綺麗ですね、でもきっと、でも手は届かないでしょ、でも月に手は届きませんねみたいな、そう言ったらなんか断るみたいな。え、もう違うかもしれん、これは違うかもしれんけどとか、月が綺麗ですねって言われて、あ、違う、待って、違うかも、きっと今なら手が届くでしょうって言ったら、私もあなたのことが好きですっていう意味みたいな。あ、こっちだめっちゃさ綺麗というかおしゃれじゃない。なんか他にもいろいろあったよ。月が綺麗ですね、私には月が見えませんこれは確か、あの、私はあ、お断りしますっていうことあ、そう、これもあった。月は綺麗ですね、私にとって月はずっと綺麗でしたよこれは私もずっとあんたのことが好きでしたみたいな。そう、めちゃめちゃおしゃれじゃんって思って、なんかね、調べたとかじゃなくて、なんかで回ってきたやつみたいなのだった気がするめちゃめちゃおしゃれじゃん。実際にさ、その会話をしてる人が世の中に、日本にいるのかはちょっと分かんないですけど、そう、おしゃでした。ちょっと待って、多分調べたら出てくる。あ、そうそう、いっぱい出てくる。おしゃれそう、絶対さ、使うところとかさないのに、あ、めちゃめちゃいいじゃんって思って見てたの。あ、ほら、今ならきっと手が届くでしょうは、あなたの私への思いは今なら届きますよ。あ、これも綺麗、月が綺麗ですね、あなたと一緒に見るからでしょう自分もあなたと同じ気持ちですよって。あ、月が綺麗ですねに、私はあなたの瞳に映った月を見ていますよ。なんだと思うこれ私はあなたの瞳に映った月を見ていますよ。待って、もう18時なの？なんか音楽が聞こえる。日が落ちてしまう。これはね、あなたと人生を共にしたいっていうらしいいやー、いいですね。あ、ちょっとそう、断る、そう、私は今断るやつがね、見たかったんだった。私には月が見えません、星の方が綺麗ですよ。星の方が綺麗ですよは、あなたの気持ちは伝わりませんっていう意味らしい。
だからこういうね、こういうなんか私的な感じで断りたい。どうしよう、何にしようかな。私の夜空は真っ暗です。私には一切恋心はないという強い拒絶だって。これにしようかな。あ、つなまやさん、結婚、結婚はでもそっか、でもそっか、月が綺麗ですねじゃないからな。結婚に置き換えたらどうなるんだろう。結婚してください。にもすけさん、あ、結婚して、あ、私にはあなたのギフトが見えません。私にはあなたのコメントが真っ暗です。つらい。あなたのコメントが表示できません。あ、ごめん、ごめんね、ごめんね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。カズサさん、結婚して、どうしようかな、ちょっと別のパターン。星の方が綺麗ですよ。あ、星の方が綺麗ですよの言い方がさ、マイルドじゃない？カズサさん、ミシェルボーイさん、結婚してありがとうございます。じゃあ友人の方が、友達の方が素敵じゃないですか。なんか違う、なんか違うな、なんかもうちょっと、あ、ん、月が綺麗ですね、手が届かないから綺麗なんです。どんなにあなたが頑張っても私の心を手に入れることはできませんという意味を持つ返し方だって。残酷だ。秋風が立ってしまったように感じます。宵待ち草が咲いています。酔い待ち草が咲くっていうのは失恋を意味する言葉。へえ。いいね、詩的じゃない。ゆうたくん、結婚して。たんたんたぬきさん、結婚して。あ、酔い待ち草が咲いています。これ指摘ちょっとなんか違ったな。月が綺麗ですの返しはちょっと結婚してには置き換えれなかったな。でもそう、こういうのがちょっと前に見て面白いじゃんって思った。ヤマイさん、結婚して嫌です。通常に戻ってしまった。へえ。へえ。暗くなってきた。上がってきた。もういきなり直球に戻った。もう飽きたのかって言われてる。もういいや。あ、そろそろ月が出てくる時間。ミシェルボーイさん、結婚は
次私が OK するのは、皆さんの結婚を受け入れるのは次のチケットをもらった日なので、何日後かな、十何日後です。暗くなってきちゃった。あんなに日が出ていたのに、太陽が沈んでしまいました。ヤンカーさん結婚して、私には光が見えません。私の太陽は日没、私の太陽は沈みました。なんか何でもさ、それっぽく聞こえん。なんか何でもそれっぽく聞こえる気がする。イレキンガーさん、イレキンガーさん結婚して、うーん、私の部屋は真っ暗です。あ、なんかもう、なんかそれっぽく何でも作れるようになったかもしれん。え、待って、ちょっとごめんなさい、もう思いつかんかも。モンタさん、結婚はどうしようかな。私の私の私の目には光が入りません。私の家は私の家は電気がつきません。やめよう。電気つけてこようかな。ちょっと電気つけようかな。まだいけるかな。どうだろう。でもまだ何の電気もつけてないから。それにしては明るくない？画面の iPad の明かりかな。もう外は暗くなってきました。ぬぬぬぬ、レンレンさん、かわいいギフトありがとう、ありがとう。リングライトも使ってない。ナビシさん、リラックもありがとうございます。ありがとう。あ、寒い、暖房入れよう。寒い、暖房入れてくる。ティースさん結婚して、え、どうしようかな。
もう髪がさ普通に普通に伸びちゃった、戻っちゃった。ミシェルボーイさん、私の電気は、私の光はもうつきません。せっこ長男さん、ありがとう。なんか電気つけたさ瞬間ってさ、明るくて明るい、落ち着かなくなる。どうこう頑張れ。タンタンタヌキさん、ありがとう。翔一さん、ありがとうございます。ハッピーちゃん、ありがとう、ありがとう。ジャパンマエさんちょっと結婚、結婚どうしよう、結婚どうしよう、今どうしよう。この電、これはか仮染めの明かりです。どういうことって、それは。それはあれじゃん、あれじゃん、感じ取ってよ。感じ取ってよ。これは感じ、あれ待って、使い方間違ってる、仮染めの使い方が間違ってる仮染めの使い方が私間違ってる、仮染め、いや仮染め、その場限りであること、一時的、まあいいんじゃないまあいいんじゃない、これは仮染めの光です。ちょっと違ったかも、これはなんだろう、これはなんかこれは虚偽の光です。見せかけの光です。偽りの光です。難しい文学
文学は難しいですね。急に文学を語ってる。文学は難しい。そう、前髪を、前髪を永遠に気にしてて、気にしてる。ここをめっちゃ気にしてる今日。あ、今いい。じゃあ今日はこれぐらいで終わろっかな。終わろうかな。あんたさん、ハッピーちゃん、ありがとう。黄色い鳥、ありがとう。ブラウス可愛いって。やったやった。ちょっと今日あったかいかなって思って、もう薄めのブラウス着たんですけど、寒かったから、みんなはもうちょっとね、もうちょっとまだ着込んだ方がいいかもしれん。テロップ、テロップどうって言うかな。現実を知りましたって、どういうこと、どういうこと。私が結婚してギフトを断る、めちゃめちゃ断るから。うん、大丈夫、何日か後には OK するよ。断り方講座。ちょっと待って、テロップなんかさ、せっかく今日は文学的な断り方を頑張ったので、意識して文学的。待って、月が見えません。テロップどうしようかな、どうしようかな。はい。はい。ということで、では、はい、壇上を読ませていただこうと思います。壇上を読ませていただこうと思います。今日は夏目さや席でした。夏目さや席にならせていただき、いただいた配信でした。誕生日ます。13位、山井さん、ありがとうございます。12位、末っ子長男さん、ありがとうございます。11位、
スライトさんありがとうございます。10位鳥さんさんありがとうございます。9位うずきちさんありがとうございます。8位あるさんありがとうございます。7位花火師さんありがとうございます。6位武蔵郎さんありがとうございます。5位もやし生活さんありがとうございます。4位ビルマさんありがとうございます。3位カズサさんありがとうございます。2位イッコーさんありがとうございます。そして1位翔一さんありがとうございます。ありがとう。そして明日大吉の方は今日の僕は嘘さん、なんか指摘じゃんおめでとうございますありがとう、ありがとう。待って、壇上変わったん？壇上変わっとる？13スライトさん、12タンタンタヌキさん、11ヤマイさん、10ユズキチさん、9位トリさんさん、8アルさん、7位花火師さん、6位武蔵郎さん、5位マヤ生活さん、4位ビルマさん、3位カスさん、2位クーさん、1位ショウイチさん。あ、変わってなくない？変わった？40一部変わってた。そかそか。ありがとうございました。皆さん、じゃあ今晩の月もあなたと一緒なら綺麗に見えると思います。それではそれではおやすみなさーい。あなたと今晩もあなたの瞳に映る月を見ています。おやすみなさいバイバイ。おやすみなさいは早いよねいや、またね明日からの1週間も一緒に頑張りましょう。バイバイ。バイバーイ。